このくらい、こんくらい、こんくらい、このぐらい、このくらい、こんぐらい、どんくらい。どこ見てたの？4月12日木曜日夜9時を回りました。 JPLIVE.TV ご覧の皆さん、こんばんは、小倉純です。毎週木曜日のこの時間に JPLIVE.TV で、生でお送りしております今夜も築地テラスで、今日もですね、築地にあります最もおしゃれたテラスレストランと私がいつもご紹介しております築地テラスから、生番組としてお送りしてまいります。どんな場所かと言いますと、東京は中央区築地、もうちょっと人ですね、いわゆる築地のあの交差点ですね、そばにですね、本当にあの場外場内の築地の市場がありまして、で私たちの目の前はここに本願寺さんがドーンと控えてですね、日比谷線、地下鉄の日比谷線の2番の出口から歩いて30秒ぐらいのとっても素敵なお店なんですね。その1階のテラス部分からですね、毎週木曜日に私がいつもお世話になっているいろんな方をゲストでお迎えして、いろんなお話を伺っていこうという番組でございますね。さて今夜の築地テラスでお迎えしたお客様は、ハーブの研究家でいらっしゃいます河内美智子さんをお迎えしております。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。河内先生とはですね、このずっと毎週火曜日の夜にハート&ハーブというのを、これと同じ夜9時からですね、生でやらせていただいてて、はい、そんなお付き合いもいただきながら、4月からはですね、今度土曜日の河内先生の教室の、その会場から生で配信しようということで、4月の14日、今度の明日、明後日の土曜日にですね、いよいよ、生配信をしますので、ぜひ皆さんそちらもご覧いただけたらなと思っていますね。改めまして河内さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この番組はですね、ご一緒に一献傾けながら、はい、お話を伺うということなんですけども、はい、楽しみにしてました。お酒、はい、大丈夫ですか？はい、行かせていただきます。何をご注文されたんですか？なんかウイスキーが入ってるみたいなので、山崎のハイボールだっていう感じですけども、はいはい、初めて飲みます。本当ですか？はい、お酒はあまり召し上がらない？そうなんです、飲めないと思ってたんですけど、たまにもう笑いが止まらなくてじゃあ今日いっぱい笑っていただきたい、はいはい、ようこそおいでいただきました。乾杯。よろしくお願いいたします。あ、いい季節になってきましたね。美味しいですか？美味しいです。あ、よかったです今日は昼間ね、東京は19度から20度ぐらいあって、とっても気持ちのいい、はい、暖かかったね。はい、夕方になってですね、なぜでしょう、木曜日の夜っていうとですね、この築地テラスの前はですね、まあ吹かなくていい風が吹くんですよなぜだろうな。ちょうど築地の市場の方がですね、わーっと、まあ八丁堀方向に向かって風が吹いてましたですね。今日もさわさわと風が吹いていて、暖かな晩というにはちょっと風があるかなという状況ではありますけどね、はい、今日は河内美智子さんにいろんなお話を伺いながらですね、進めてまいりたいと思いますが、そもそも河内美智子さん、この方をですね、ご紹介すると、私がやっております、3月までは夜7時からやっていた、JECO のつながるセブンという生放送の番組だったので、そちらにゲストでおいでいただいて、ハーブ教室のご案内とか、ハーブの楽しみ方とかいろいろお話を伺ってですね、とても素敵な女性で、とても見識の深い方で、
ちょっとボケるのがうまい。そうです。可愛らしいボケをしてくださる方なんで、ぜひと思ってご一緒に、去年からですね、はい、感謝してハート&ハーブという番組 JPLive.tv で、配信をさせていただきました。もう25回ぐらいやらせていただいたんですよね、はい、もう毎回楽しくって、はい、もうなんかいい思い出になってます。いやいやいや、いい思い出って終わってもらっちゃ困るんですよ。今度土曜日またもう新しい形でですね、はい、今出ております、はい、これですね、はい、リニューアルして4月14日土曜日の11時45分から、川内先生の教室から生でですね、はい、配信してまいりますので、そちらもぜひご覧いただきたいと思います、ね。はい、川内先生は今は銀座の方で、はい、お教室やってらっしゃる。はい、はい、なんていうお教室か、ちょっと簡単にご案内でいいですか。はい、教室名がシンディ&ハーブ教室ベレと申しまして、はい、心理学をベースにして、ハーブですとか、あと植物療法なんかお伝えし、生徒さんにお伝えしてます。はい、これはね、ハーブっていう括りではあるんですが、もともと心理の方をご専門にやってらしたの。はい、そうなんです。皆さんなんで心理&ハーブなんですかってよく聞かれるんですけども、はい、私はもともとちょっと臨床心理士という仕事をしてまして、はいはい、その関係でイギリスに行ったんですけれども、はい、ハーブとの出会いは実はそのイギリスで、ご家庭 の, そのホームステイ先のお母様がハーバリストだったんですね。ハーバリスト、ハーブをやってる方はハーバリストって言うんですね、はい、あちらではハーバリストって言うんですけども、でお母様がいろいろと 私はその不調を訴えるとハーブを入れてくださって、飲むとなんかすごくとてもいい時間というか豊かな時間といいますか、ですごくすごい見た目も可愛いですし香りもいいですし、あとちょっと頭が痛いとかむくんだというとそれに応じて入れてくださって、ハーブ、はい、すごい素敵だなと思ったんです。でいろいろとハーブのことを伺っていくとすごく奥が深くて、で私はそれを患者さんに使いたくて、はいはい、臨床心理士として、臨床心理士としてどうしても患者さんが治られてまたお家に戻られるんですけれども、また再入院されてきてしまうと、なんとなくご家族様とか、まあ、私なんかもやっぱり胸が痛むんですね。で人間としてこう見てほしいということを訴えてくるんですけれども、そういう思いをこうずっとお話なんか聞いてると、ちょっと本なんかも書いてお渡しもしたんですけれども、どうしても本を読むというとエネルギーが結構いるので、その時にちょっとイギリスでこのハーブだったらもしかしたらその方とか、あとはそのご家族の方がこれだったらもしかしたらもっと人に優しい医療っていうのを、その時に、イギリスに行った時にちょっと論文を書いてたんですけれども、いいのかなと思いまして、でちょっと自分で飲んでいたんですね。で飲んでたところ、私自身が自己コントロールができたので、それでもうちょっと心を固めてハーブを教えてほしいというふうにお願いしまして、お母様にお願いして、で紹介していただいてある、そういう学校でちょっとずっとハーブを学んできました。で日本に帰ってきてから病院ではやっぱりハーブを出すというのはダメって言われたんですけども、恩師もですね、ちょっと筑波時代のその恩師の先生が相談センターっていうのをされてて、そこでちょっとハーブティーを、まあ、お茶を飲みながらゆっくりお話ししましょうということでハーブティーを出しながら、まあ、それはもう私の方ではこの方にはこのハーブ、この方にはこのハーブということでこういろいろとそのハーブの知識で入れてたんですけれども、そうするとよくなられるんですね。例えばその植物 の, その香りですとか見た目ですとか、なのでまあ本当に自然には勝てないといいますか、いくらも私の方で一生懸命心を尽くしたと尽くしたとしても、まあそれと同時にもう一つそういう植物の力というのを力を借りるというのも治療の方法で一ついいのかもしれないと思って、ハーブティー出しながらちょっと治療をしていくということをもう10年ぐらい前にずっとさせていただいたんですけども、で心理&ハーブ、はい、そしたらある患者さんというか割と不登校を持つお母様が心理学を教えてほしいって、はい、おっしゃったんですけど、私はどちらかというと人の話はすごくずっ
と聞くのが得意なんですね。いわゆる傾聴っていうやつですか。あ、はい、あの子供の時からなんか受け身というかですね、どちらかというと聞き上手さんだったんですね。そうですね、人の話を聞くのが好きなんでしょうね。発信するっていうのはあまりやったことがないので、でまあ、人の話を聞くのがあの自分でも合ってるかなと思ったので臨床心理士という仕事を選んだんですけれども、発信するのはどうかなとちょっと思ったんですが、まあ、せっかくそういうふうに教えてほしいっておっしゃってくださったので、その時にあの青少年の心理学というのをちょっとまとめて、でそこ の, あの方が喫茶店を経営されてたんですね。なのでそこであのハーブティーを出しながらちょっと心理学をあの5人ぐらいのお母さんにお伝えしてたんですよ。そしたら次ハーブを教えてほしいというふうにあのおっしゃられたので、ちょっと私はメディカルハーブということでちょっとやってたので、そのメディカルハーブをまたまとめてあのイギリスの先生に了解得てお伝えしたら、なんかこう皆様が今度面白いてくださって、もう本当に口コミで集まってくださって、でまさかですねこんな風にあのハーブ教室がこんな風になっていくとは実は思ってなかったんですけども、本当にあの生徒さんのおかげで皆さんがこう口コミで来てくださって、もう10年間経って今みたいに至ってるっていう感じで、あの今生徒さんで今どのくらいいらっしゃるんですか。もう年々増えて今はですね800名近く。そんなにいらっしゃるんですか。そうなんですよ、本当に私もびっくりして、もうありがたいなと思って。ほとんど女性。ほとんど女性、最近ちらほらと男性の方が入ってこられる、いらしてくださって。そういう河内美智子さんなんですけども、どうなんですか、もともとからそういう多分心理の仕事したいなとかって思っていらしたんですか。もともとはあの大学時代は実は法学部。法学部なんですか。そうです。あの法律を勉強してたんですけども、でその好きだったというか尊敬してた方があのイギリスの政治家で、あのウィルバーフォースという方がその奴隷制度を廃止したり、まあ、医療とか教育とかをあのすごく改革してた方なんですけど、あのその方に影響されて、なんか自分で法律作ってみようとかやってたんですね。あの僕ね、正常の法学部なんですけども全くそんなこと思ってませんでしたね。あの一番面白かったのは民事訴訟法、はい、民事訴訟法でどうやったら賠償金が取れるか、これの勉強は面白かったですよ。あとは全くと言ってほど興味なかったですね。まあ、本当法律は難しいなと、あの大学に入ってやっぱ思ったんですけれども、でもあの法律というのがどう作られているかというのが割とあの歴史ものが好きなので、歴史なんかをずっと例えばローマ時代のシーザーの時代からずっとこう本なんか読んでいくと、あ、法律でこうやってあのその時代とその人のあのまあ人の考え方とか心というのは変わらないんですけれども、その時代背景と法律って割とすごくこうあの成り立っていくので、それが結構面白くて、で自分でも法律作ってみたいなって、もう本当今ではお恥ずかしいんですけど、いや論文にこう書いちゃったりしてたんですね。でその時になんかこう法律を作る時によく思ったのが、あのゼミの先生が、あの法律っていうのはあるんだけれども、人が人を裁く、法律はあるけれども結局は人が人を裁くっていうことになるか、人格形成をしっかりしなさいっていうふうに言われてまして、で人格形成しっかりしなさいと20代の頃の私にはもうとてもよく分からなくて、よく本を読んだりとかしてたんですけれども。勉強好きだったんですね。いや好きでもないかって。いやいや好きだと思いますよ。そんなそうですか、はあ、なんかあの男っぽいでしょうね。いやいやそんなことないですよ。とてもあの、ね、女性的な柔らかい感じのでも法学部卒業して心理学はどうしたんですか。それで、法学部卒業してあの法律事務所ですとか、あとちょっとある、政治家の先生のところで、はい、あのお勤めしたんですけれども。固い仕事してましたね。そうなんです。そんなことをやってて法律事務所か、法律事務所で仕事するってもうそれだけ聞いただけで固いですよね。でも中は結構面白くてですね、はい、先生方はやっぱり心ある先生なんですね。あの法律の先生って割とやっぱり人の気持ちが分かるということがあって、その
あ胸が痛むねとか気の毒だねっていう話をしてると、若い時 の私としてはすごくそれが影響されて、あやっぱりあの法律とかそういうのあるんだけどやっぱり人なんだなっていうことをなんか20代ですごく思わされたというか。もともと硬いタイプなんですね。じゃあどうなんで変わったの、あんまりよくわかんない、自分のことが一番よくわからないんですけど。いやいや、それでその後心理学を勉強しようと思ったきっかけは何ですか。それでなんかいろいろそのあの法律の科の先生のところに行くといろんなこう悩みを持たれた方がいらっしゃると、本当にあの胸を痛む事件とか、あとはその犯罪被害者の会なんか今先生関わってたので、はいはいはい、一緒についててこうずっと聞くともう胸が痛むんですね。でそれで人の心ってどうやって癒してあげたらいいんだろうということがをちょっと思ったのと、あとそのなんか人の立場に立つっていうことが私にとってはすごくこうその時大きな課題で、その人の立場に立っていろんな物事を考える人になりたいと思った時に、その時心理学は私にとっては必要だったというか、それで大学院に行こうかなと思って勉強したんですけれども、まあ、大学心理学行ってなかったのでちょっと無理かなと思いながら、まあ、やってみるもんだなと思ったんですけど、まあ、やってみたら受かったので、うん、まあ、通ったという感じです。へえ、勉強好きですね。どう好きですよきっと。好きなんですかね。いやそう思いますよ。あそう、うん、どうへえ、もう法学部にいて、はい、人の立場に立ってとか一切思ったことなかったですよ。もうこういうケースはおいくら万円取れるんだとかそればっかり面白がってて、あとはもう放送局でアルバイトばっかりしたり僕なんか、はでやっぱり心理学勉強して面白かったですか。面白かったです。やっぱり自分がやっぱり求めてたところだったので、まあ、法学部とその時は絡めていろいろと勉強したんですけれども、そうですね、やっぱりなるほどなというか、まあ、いつの時代でも人の心ってまた変わらないんだなっていうのも思ったり、まあ、自分自身 その心を成長するという意味でも勉強をしながらこういろいろものを考えさせられたので、まあ、いい時間でした、すごく。飲んでください。あ、はい、へー、で臨床心理士の資格を取られて、まあ、その心理のお仕事からスタートされたんですか。はい、そうなんです。心理のお仕事って大変じゃないですか。そうですね、やっぱり今ほらすごくね、いろんな方々がカウンセラーになりたいとか、人のいろんな悩みを聞いて解決して差し上げたいとかっていう思いで臨床心理士なりカウンセラーなりっていうのを目指される方多いじゃないですか。はい、大変ですよね。そうですね、やっぱり大変ですね。あとはもう自分が治したっていうよりもやっぱりその方が自分でどうやって治っていくかっていうのはもう手伝うだけなので、そういう意味だと相手の歩調に合わせていくっていう時にやっぱり優しさだったりとか、まあ、愛情がないとできないなと思います。やっぱりもともと愛情っていうか、なんだろうな、そういう人のことを思いやるタイプの方なんでしょうね。そんなすごいものでもないですけれども、なんかどうせ生きていくんだったらこうなんかこうお金よりもこういろんな人の役に立った方が自分が最後を迎える時に人を納得するだろうなっていうのをなんとなく感じるので。じゃあね、全然変な話ですね。川橋先生が最後、人生の最後に言いたい言葉って何かありますか。そしたらですね、そうだな、いろいろと思うんでしょうけど、言葉、一言言うとちょっと難しいんですけれども、どちらかとナポレオンみたいに戦ったっていう人生よりは人を多く癒して役に立ったっていうことで納得して最後は行きたいと思うんですけど、どちらかとそちらが主になります。僕なんかあれですよ、死ぬ時に絶対行ってそのことで幸せだなって思う言葉は、ああ面白かった、お先にって言いたいですよ。すいませんバカで。そうか、でもね、そういうふうに
カシ先生見てると、すいません生意気で、あのそんなことないです、人のためばっかり生きてる感じがする、ご自分のこともっとやった方がいいんじゃないかと思って大きなお世話ですよね。あ、いえいえ、ありがとうございます。そうですね、なんかなんかこうよく、まあ、ちょっと分かってないところもあるんですけど、あのなんか私も実はなんか今まで来れている時にはもういろんな方が本当にしてくださったというか、なんかどうやって恩返ししようかなと思った時に、こうそのいろいろやってくださったその上の先輩方が今度は人にしてあげなさいとおっしゃってくださって、わあすごいなと思ったので、あのまだまだ自分をちゃんとはなってはいないんですけれども、まあ、こういろいろしてくださった方の恩を考えると、じゃあ自分ができることを今はやろうかなとたまにちょっと思うんですけど、あの小倉純の人生の対極にある方ですね。いや、そうです。僕なんかはどうやったら人より面白いか、どうやったら人から面白がってもらえるか、どうやったら、人より目立つかそうここが自分の人生の中の、ポイントですよ。ね？それとかしてどうやったら人を癒してあげられるかとかっていう。そうか。いやでもあのそれが正しいかどうか分かんないんですけど。いや。そういうふうにしかなんとなく今来れないというか、また自分がそっちの方が納得してるのかなっていう。なるほどな。いや僕なんかあの、ね、こういうテレビの仕事をずっとやってきてて、で川内先生の目にかかって、なんて純粋な人なんだろう、なんてこうあのピュアに人のことを思いながらあの生きてらっしゃる方なのかなっていう思いがすごくして、ありがとうございます。いや別にそんなあのお礼を言っていただけるような話じゃないんですけどもでその中で先生がやってらっしゃるハーブっていうのがやっぱり面白くて、はい、で多分ね、そのハーブとかハーブティーとかっていうのがちょうど世間でバーッとクローズアップされて、いろんなお店でも、このお店でも確かね、店長このお店でも、あごめんなさい、ね、このお店でもハーブティーとかって出すんだよね。そうだよね、っていう風な、そのお店でもハーブティーやなんかってのはものすごく注目されてる時期に川内先生が思いかかって、まあハーブの面白いこと面白いです本当に。ねえ、ハーブってなんでこう面白いんですかね。いやー私もやっぱりもう人間の歴史ももう古いですし、種類がいっぱいあるので、まあ、一つ一つ見ても面白いですし、なんか全部違う個性があるので、なんて言うんでしょうね、味とかも効能ですとか、まあ、いろいろ形とか見てもあの飽きないっていうか。そうですよね、今ハーブって言われるものって、まあ、世間に何種類ぐらいあるんですか。ですね、まあ、あの大麻とかコカインなんかもハーブって言われていて、ああいう人が使っちゃいけないというのもあるんですけれども、でも使っていいっていうふうに言われているのが、まあ、私たちの共通では約あの最大200種をお伝えしているんですが、まあ、いろいろトータルで呼ぶと3000種以上。3000種以上もっと多分あると思うんですけど、まあ、そういうふうにはもう一応本には書いてあったりします。川内先生が扱ってらっしゃるハーブって今200、はい、200くらいとおっしゃいましたけど、200にしてもすごいですよね。うん、そうですね。でそれぞれにハーブにはその我々 の体に役に立ったり思いの中で役に立ったりっていうのがあるっておっしゃいましたよね。はい、それこそ人間の感情という部分にもうまく作用してくださるので、まあ、女性がこうなんか孤独感感じちゃうとか、 なんかこう人になかなか説明できないこういろんな心のそういうあの隙間なんかにもきちっと対応してくれるので、なので多分教室の生徒さんは面白いって多分皆さんハマるんだと思うんですけど。ねえ、あの先生といろいろそのハート&ハーブって番組やらせていただいて、まあ、その薬事法とかいろんな部分があって効きますよって言葉を使っちゃいけないっていうふうな状況はあるんですけども、はい、それも効能が期待できるとかこういうふうな効果が、期待できるとかっていう形でお伝えしますけど、いろいろな作用があるんですね、やっぱりね。そうですね、もう本当にもともとはやっぱり薬の元というか、薬がない時代はそのハーブ
で皆さん処方してたので、まあ、本当いろんな人間の細胞の一つ一つ同化するもいっぱい種類があっていっぱいそれぞれ効能がもうこんないっぱいあるという、あの今ちょうどそれこそ、まあ、うちのディレクター の, あのうららもですね花粉症のヘビーな毎日鼻水を垂らす状態でですね鼻シュンシュンやってるんですけども、その花粉症に対してもこういうハーブをこうあの継続的に飲んでいくことによって、改善があの 見込めるかもしれないっていうようなことも言われてるじゃないですか。何でしたっけ、何ていうハーブでしたっけ。花粉症いろいろあるんですけども、はい、いっぱい、まあ、いろいろあるんですが、まあ一番有名なのがエルダーフラワーですとか、はい、ネトルとか。あ、そう、ネトル。ネトルで、ネトル。ね、はい。確かにあのネトルとかをこう、使ったハーブをいただくとスーッとして、で、まあ、もちろんその時にあの、日本語で言うとこの発火、ね、に近いものをですね一緒に飲むと、あ、これは確かになんかスーッとして、で僕もちょっとそういう傾向があるんですけども、鼻が詰まって眠りにくいとかっていうのをこうすっと穏やかに眠りにいざなってくれたりとかっていうのはね、本当にあの薬を飲む前にちょっと飲んでくださるとそれでもう良くなるんだったら、まあ、それが一番優しい、まあ、人に優しい医療かなとも思うんですけど、そうですよね。あのいわゆる化学の薬品ね、化学から出てきた薬品を飲むのと違って、その自然の中の生き物とこう共存しながら自分のを癒していこうということをやるっていうのは非常にいい感じしますよね。はい、本当にあの自然にどんどんこうあの感性もだんだんまた咲いてくるので、あの病気になる前の段階もなんかちょっと感じてすごくそれをストップできるたりもだってハーブ飲み込んでいくとなってくるので、本当に私もハーブに教えられてます。川瀬先生が初めて飲んだハーブって何だか覚えてますか。ですね、ちょうど空港から到着してそのあのハーバリストのお母様が入れてくださったのはカモミールなんです。よく眠れるわよって言って入れてくださって、あ、かわいい、おいしいなと思ったんですけども、カモミールってものすごく今ではそれこそカモミールティーとか大変にあの我々にも近い存在になってましたけど、いいですよねカモミールって、はい、ピーターラビットの話も出てきますし、はいはいはい、まあ、そういう意味だとカモミールは皆さんが知ってて、でなんか優しくて、でこれもいろいろと文献見るといろんな歴史があって面白いんですけれども、あのそれこそカモミールはなんかあの女神様にも捧げられたとか、あの割とかあのハーブは薬効だけの話じゃなくて歴史的に見ると、まあ、本当に薬草ってすごくあの尊敬されてた時代があるので、みんな神様に捧げられてるんですね。そういう由来なんかを見ても、昔の方はなんか成分分析もしないで、あのこれをここに女性のここにいいとか、あのこういうものにいいということをなんかこう肌で感じてそれを神様に捧げてるのがすごいなって飲んでてよく思うんですけど、あのハーブの教室っていうとこれとこれを入れてこうすると美味しいですよっていう教室かなって皆さん思いになるのですけども、川瀬先生のハーブの話を聞くと、そのハーブっていうのは、いわゆる神話の中に出てきたこういう話ですよとか、から、昔はこういう風な状況で使われていたというふうに文献出ていますとかっていうことは、こう今の時代ですとこういう風なことが期待できるんですよ。あのよくこう調べてらっしゃいますよね。すごい失礼な名前言ってるけどごめんなさい、はい、多分なんか好きなのがそういう歴史が多分好きなんだと思うんですけど、あのやっていくとあの一つ一つなんか効能だけだとちょっとつまらないかなと思うので、あの女性ってやっぱり神秘な体で生まれてきてるので、そういう意味だとそういう神秘的な部分もちょっとお話しするとなんか身近に感じたり、そのなんかハーブを愛おしく思ったり、なんかそういう 感情とか感性で飲んでいくのも割と女性の方ってよくあのピタッと体に合ってくるみたいなので、なんかあの川瀬さんの話聞いてるとなんかハーブ飲むのは女性だけみたいな感じがする。男性でもいいんですよねハーブ。男性でももちろんあの男子系ハーブってあるんですけども。え、何系ハーブ。男子系ハーブ。だ、え、ちょっと待ってください。じゃあ女子系ハーブがあって、女子系ハーブがあって男子系ハーブがあるんですか。あ、もうあります。あの聞いてないですよ、その男子系ハーブの話初めて聞きました今。結構1年半ぐらいいろいろお付き合いで初めて伺いました。そうですね、すいません。何ですかその男子系ハーブってのは。
あのもうなんか疲れるとよく焼肉食べたりとかニンニク食べるってすると思うんですけど、はい、でもあの結構あのインドとかあとそういうところではあの男性の強壮剤として使ってるハーブも、はい、今実はそのドリンク剤に入ってたりするハーブもあるんですね。そういう例えばそういうあと、ギリシャの英雄でアキレス腱をやられてしまう、アキレス腱 の名前の元になってる、はいはい、あの方が使ってたハーブっていうのもあって、でその方はその、まあ、学名がそのアキレスがよく使ってたアキレアなんて学名がついてるんですけど、あのそういう男子にもいいとかあのそういうの結構いっぱいあるんですね。でそういうのでもあのレストの中でもお話すると皆さんご主人様とかご子息様に元気つけさせるっていうか、まあ、受験勉強大変とかちょっとご主人様が疲れてるっていうとなんか飲ませてあげるなんて言うんですけど、実はあります。すいません今までそれなんかねちょっと損した気分なんですけど今までねいろんなハーブの話してくださいましたよ、はい、もう25回もやったんで、で、ね、こういう例えば女性のこういうのに効くとか、はい、あの気持ちがこうなるとかいろんな話でカモミールやらレモングラスやらいろんな話を伺いました。全て女子系のハーブだったんですよ、ね、あるんじゃないですか男子系ハーブ。男子系いっぱいあります。いっぱいあったらすいません。そうでした、びっくりしました今聞いて。男子系ハーブで一番あの川先生が男子系ハーブ筆頭に挙げるのは何ですか。ですね、そうだな、今マカっていうのがドリンク剤でもあるんですけれども、すいません今ニヤってしてしまいました。マカってあのいわゆるなんていうんですか、強壮剤というかあの元気になりますよっていう風なあのドリンク剤でありますよね、そういう名前の、はい、それもいいんですけれども、あとゴツコーラとかあとシベリアン人参っていうのも実はロシアの、宇宙飛行士とかがやっぱり疲れた時に飲むと、そのリポビタン D を飲むならシベリアン人参っていうぐらい、シベリアン人参、これね本当にね本当に結構あのいろいろお付き合い初めて聞きました。シベリアン人参はい、はあ、これあのいわゆる需要競争的な、需要競争ですね。もう私も男子系なんですが私も飲んじゃうんですけど、いや別に女性が飲んだっていいでしょいいですけど、すごい元気が出るんです。疲れたなと思うとそれをちょっと飲んでおくと元気になったり。何ですか、シベリアン人参とゴツコーラ。ゴツコーラ、あの昔コーラの元だったんです。あのコカ・コーラとかペプシコーラのコーラの元なんですか。コーラの元だったんですね。あの戦争に行く兵士にそのやっぱり精神面とか体力が疲れちゃうので、ゴツコーラのハーブをコーラという清涼飲料に通じてあの出したあの名前が元なんですけど、ゴツコーラ。へー、それあのロシアの方にあるものなんですか。それは違うんですか。これはですね、あの日本でもあのすぐ手に入るっていう、私たちの教室も実は置いてあるんですけど、ゴツコーラ。ゴツコーラ、じゃああれですか、あの他のハーブと同じように買いに行くと買えるもんですか、ゴツコーラ。はい、買えます。ただ飲みすぎちゃいけないので、はい、あんまりこう強いのを飲みすぎちゃうとやっぱりこう内臓に負担がかかるので、たまに飲めば飲むといいっていう。ゴツコーラってどんな形してるんですか。ですやっぱりあの精力剤みたいな形してるの。ハーブで小脳みたいなこういう葉っぱなんですけど、小脳に似てる形が小脳、あの脳の形に似てる。小脳ね、はい、ブレインの小脳ね、ブレインの小脳に似てて、はい、で葉っぱにちょっと緑色のただの草です。美味しいんですか。味はどうかな、あまりな、やっぱこういう風に顔を川内先生にした時は大して美味しくないです。そうですね、あの正直な人なんでダメな時はダメって顔に出ちゃうんですけども、そうそう、ダメって言っちゃ申し訳ないなっていう思いが強いもんであんまり言わないんですよね。すごいなんか分かってくださってありがとうございます。ゴツコーラ、ゴツコーラ、あとシベリアン人参、はい、もうこれ2つブレンドすると、はい、もうなんか次の日またパワフルに働けたりします。あ、本当ですか。シベリアン人参もその辺で買えるんですか。はい、これはもうあの北海道の薬用植物になってるので、はい、北海道に行ったらもうぜひお土産で買ってこられるといいなと思います。
なんでそういう情報を今まで言わなかったかな。そうですね、普段なんか本当そうです。北海道に行ったらシベリアンジンセンというですね、ハーブを買って帰ってきました。はい、これは、男子元気のもと、はいはい、ちょっと最近元気のないご主人とかにですね、飲んで先日飲ましたけどいいんですね。はい、すごくおすすめです。これ普通にお湯で、はい、お湯でハーブティーとして飲めば。シベリアンジンセンは美味しいんですか。シベリアンジンセン、根っこの味。ああ、美味しくないですね。根っこの味。まあまあ、療薬口に逃がしというふうなことも含めて、はい、あるんじゃないですか、男子ハーブ。はい、あとください、男子系ハーブ。今日男子系ハーブの話でまとめちゃったよ。そうだな、男子系ハーブ、はい、でもローズも男子にいいんです。ローズ、ローズ普通に、ローズ、ローズも実は女性の味方に見えるんですけど、はい、ナポレオンが飲んでたりとか、あとそれこそローマのシーザーも飲んでいて、はいはい、言っちゃっていいのかな。いいですよ。男性の精子も増やすという。ははー、ハーブなので。ローズが、ローズが、そういう研究結果も出るのに、実はご夫婦で不妊症で、はいはい、私たちの教室も不妊症でっていうと、はい、不妊症の治療とともに一緒に飲んでくださいって言って勧めてるのが、一番分かりやすいところで言うとローズ。へー、あ、そうですか。じゃあお子さんが欲しいなーなんていうご夫婦は、はい、その普通にまあ、普段の生活の中で、ローズをハーブとして召し上がって、ハーブティーに召し上がるといい。はい、なので安全ですね。なんかさっきのシベリア人生とかこう使うのはちょっと効能が高くなるので、あ、ちょっときついわけですね、体きついので、はい、やっぱりあまり取りすぎちゃいけないとか注意事項が出てくるんですけれども、はい、ローズでしたらこう普段身近にあって、それでこそこうすごく効能もいいですし、はい、あと本当にローズはずっと研究されてるんですけど、やっぱりすごいハーブだなと思います。安全ですし身近でなんですけども、それぞれこう割と効能がきちっとあって男女ともにいいので。あ、じゃあもうご夫婦で夜眠る前にローズを召し上がったりっていうふうなことはおすすめですね。はい、はい、おすすめです。あ、そうなんだ。ローズは愛というのもテーマになっているので、はい、いろんな意味で人類愛というのもテーマになっているので、はい、それこそそういうご夫婦ですとか、あと女性の感情面にも作用されますし、その男性の方でも頑張んなきゃっていうようなストレスを抱えていらっしゃる方にもいいと言われている、安全な一番ハーブだと思います。今ね、頑張んなきゃって思ってる男の人いっぱいいますよ。そうですね、まあ、僕が元いた会社のですね、同期にもですね、大変なんだよな、きついわ、よくお前いい時期に辞めたなとかって言われるんですよ。はい、まあね、その何がどういい時期でどう辞めたらよかったかっていうのは、まあ、それぞれだと思うんですけども、やっぱり組織の中で生きていくってすごく大変じゃないですか。はい、そういう意味でプレッシャーもあるし、で下からのいろんな突き上げもあるし、悩んでて、僕の同期も髪の毛薄くなってしまった人が何人かいるんですけども、まあ、そういう、まあ、別に髪の毛生える生えないは別としてですよ、そのローズやなんかでお家でよくこう召し上がると、そういう意味では、はい、少し気持ちが満たされるといいますか、そういうこともあるので、それこそその西洋医学のお薬では補えない部分を、まあ、そういう植物はそのある程度うまく隙間からこう入り込んでくれるので、西洋学を否定してはいないので、西洋学と一緒にこうハーブも乗せてくださると一番いいかなと思います。先生、毎日ハーブティーってどのくらい召し上がるんですか。そうですね、まあ、レッスンでも飲んでるので結構飲んでるんですけども、健康な時は飲まないんですね。逆になんかちょっと不調な時に飲みたくなるので、割とそういうとこはもうその時の気分であれしてるんですけども、結構セッションがあると結構飲んでるので、調子がいいと思います。あ、そうなんですね。ね、まあまあ、そんな河内美智子さんなんですけども、とても真面目で研究熱心でお仕事をいっぱいしてらっしゃるんですけども、趣味とかあるんですか。趣味ですか、なんだろうな、でも本を読んだり、いや、でも本を読んだり、 あとそうだな、
周りの友達はみんなもう結婚して子育て奮闘中なので、はい、なんか私ばっかりが仕事ばっかりしてるので本当に仕事ばっかりしてますよね、川下さんね。そうですね、なんか仕事が好きなのか、あ、この仕事は好きかもしれない、この仕事にをしたことによって私もなんか割といい仕事をしてるなって、こんなこと言っちゃうんですけど、あのこの仕事に巡り合えて ありがたいというかラッキーだなってちょっと思ってるんですけども。だびっくりしたことにね、夜中の2時とか平気でメール入ってきましたねこの時間起きてるんですかっていうぐらいすいません、ねえ、そうですね、睡眠時間短いですよね。短いかもしれないです ね、大丈夫ですか。こうぐっと夢も見ないで寝ちゃってるみたいなので、短期集中型睡眠、そうかもしれないです。それで来ちゃう、そうですね、結構ぐっと寝てぐっとパッと起きてなんか仕事してるかもしれないです。僕らもですね、業界的に中途半端な食事で1日暮らしてるんですけども、伺うとかなり、食事おろそかにしてるとかありませんかそうですね、さっきおにぎりをつまみましたとかサンドイッチつまみましたとかっていう状況が結構多いですよね。はい、もう良くないなと思うんですけども、なんかやってると夢中になってしまうと食べるの忘れちゃったりすることがあって、周りの方がうちの生徒さんたちはもう本当に優しくて、お弁当とか作ってくださる方もいてもう本当に優しい、先生これ食べてくださいとね、はい、お弁当持ってきてくださるんです。それでレッスンしながら食べて、なんかもうありがとうございますって言いながら、そんなレッスンをしてるので、本当、まあ、生徒さんにも恵まれてるんだなと思うんですけれどもやらせていただいてます。お酒、まあね、別に無理してもらって今も急に飲もうっていう、ね、真面目でしょこの感じが。いや、いいですよ、じゃあいただきます。召し上がってください。はい、じゃあ飲み終わるのに黙ってますね美味しい。でもこれお酒を飲みに出かけられたりとか、例えばそれこそ僕らカラオケとかで行くんですけども、そういうところにはいらっしゃらないんですか。あ、でも行きます行って、本当普通になんかみんなで飲みにみんな行きましょうって言うと飲めないんですけど、その場所は好きなので行って、で一番こう笑ってなんか安い上がりって言われるのかもしれないですけど、結構発散できるんですか。好きです、ね、カラオケとかやられるんですか。カラオケも今ちょっとしばらく行ってないですけど、でもよく行ってました。もう5時間ぐらいずっと行ってみんなで歌ってたり。ご自身でも歌うんですか。あ、歌います。あ、本当ですか。はい、歌うのはやっぱセリーン・ディオンですか。あ、それもあ、この間行った時でも歌いました本当ですか。なんか言ってくださったので、いや、ね、歌ってみて、見た感じがですね、この、なんていうんでしょうね、まあ、ハーブ界のセリーヌ・ディオンとかが呼んでるんですけど、すみません、ありがとうございます、ね、なんか恐れ多いんですけど。いやいや、何をおっしゃいますやら。でも歌っちゃいました、この間歌っちゃいました、セリーヌ・ディオン。はい本当に歌ってるんだえ、日本の歌だと何歌うんですか。日本だと、なんだろうな、この間みんなで AKB とかも歌って、みんなで歌って面白かったです。 AKB48、 はい、あら、I love you とかああいうやつですか。はい、そう、みんなでも歌うと面白いなと思ったので、意外と私も興味があるとなんかこういろいろやってみたくなるっていうのもあるので、誘ってくださると嬉しいなと思って。じゃあ今度行きましょう。あ、はい、ありがとうございます。いやいや、スポーツとかはされるんですか。スポーツ、これがあんまりしないです。あんま汗かくの好きじゃなさそうですよ。せっかくの好き、岩盤浴とか行ったりするんですけどもいいですか、岩盤浴スポーツじゃないですからそうですね、岩盤浴ってこうやって寝てるだけじゃないですか。そうですね、そうだ、まあ、中学ぐらいの時はテニスとか、うん、結構真っ黒になってやってたんですけど、なんか20代以降あんまりスポーツしなくなったので。そうですか。極力歩こうかなと思ってるんですけど。あ、ウォーキング。はい、もうちょっとなんかやらないとダメかなってやっぱ最近思ってます。ねえ、はい、体硬いですか。あ、柔軟体操は一生してるけど硬くなっちゃいましたね。ちゃんとストレッチやってらっしゃるんですか。たまにですけど、あんまり割と自由になんかやってるのでやりたい時にやったりとか。すっごいイメージだけ申し上げていいですか。川地さんって僕のイメージで言うと
天蓋付きのベッドに寝そうなイメージなんですよ。いやいや、で、あの割合ふっかふかのちょっと、ローズっぽい感じの枕かなんか、ね、で眠ってらっしゃるかなっていう感じがあ、ありがとうございます。どうなんだ、普通ですね。お家でジャージとか着ないんですよね。最近は着ないんですけども、昔はあの学生の時はやっぱり着てました、ジャージ。はい、あ、そうですか。もう本当普通ですね。ジーパンとか履くんですか。学生の時はもういつもジーパンでした。ジーパンでT シャツ着て、それこそあ、そういうのがいいと思ってたので、最近はもう全然ジーパンも、あの遊びに行く時は履きますけど、でもなんか皆さんイメージじゃないって言われるんですが、はい、でもあの学生の時の友達はもうその姿をずっと見てきてるので、はい、なんか今が、あの今見ると、あ、本当になんか成長したいって言われるんですけどお友達にね、はい、あ、ミトちゃん成長したわって言われるんですか、はい、いろいろとなんかこう時代を感じるわって言われてえ、あのお友達から何て呼ばれるんですか。もう見たこと呼び捨てです。あ、名前が面白いので。いや、面白いっていう素敵な名前じゃないですかありがとうございます。そうですね、もう、いや、なんかね、ちょっとあのハーブのそういう教室以外の部分、私生活が結構ね、あのミステリアスな感じがあるんですよ。そうなんですか、ね、朝ごはん何食べるんですか。普通にパンとコーヒーだったり。パン食ですよね、絶対。はい、あの納豆とか食べないですよね。いや、好きです好きなんです朝食べないかな。じゃあいつ食べるんですか、納豆。夜とか、はあ、夜に食べたりするんですけど、なんかこう割と生徒さんもそうおっしゃるんですけど、本当普通だと思う。干物とか食べるんですか。食べます。食べるんですか、はい、焼肉とか食べるんですか。焼肉もみんなで食べに行きます。本当ですか。なので全然こう、もつ煮とか食べるんですか。あ、大好きです大好き。あ、こうやって聞いていくうちに、あの加地美徳さんのイメージがどんどん崩れ去っていくんじゃないかと思う。大丈夫です。あ、本当ですか。普通、一番好きな食べ物は何ですか。ですよ、子供の時から変わらないのがやっぱ果物が好きなんです。ほら、え、ね、果物が好きなんだ。いや、それね、はい、焼肉好きですよ。あ、でも私もお肉大好きですお肉大好きなので、はい、結構力がつくのはやっぱ食べますね、みんなで。そうです。じゃあ今度焼肉行きましょう。はい何だろう、このナンパしてるみたいな言い方は何なんだろう、このねえ、はい、あ、そうですか、はい、あのタレントさんとか好きな人いるんですか。タレントさんはまずはやっぱり岡田准さんはってあのこの番組させていただくときに友達がすごいじゃん、よかったじゃないって言ってくれて、よかったじゃない、そう、でよく見てた、みんなで素敵だって学生と本当に言ってたんです。いや、もうね、あの なんか新しいもの食べますかなのでその話が友達がサインもらってきてとか言われたんですけども、いやいやいや、でもちょっと待ってねっていうか、ビザカードのサインぐらいしますよあのそれはもうそんな話はしてたんです。あと、ベースと、いや、もう僕はいいですから歌う歌う人とかその俳優さんとかそういうのはお好きなんですか。ですね、そうだな、お笑いとかも結構見るのでお笑い見るんですか。はい、もうなんか頭が空っぽになるのでよくお笑いはよく見ますね。例えば好きなお笑い芸人さんとかいらっしゃるんですか。ダウンタウンさん好きなんですか。好きで、よくダウンタウンさんの番組は結構見てます。ガキの使いとか見ないですよね。あ、見てます、もう面白くて小林さん、ガキ使見るんですか。はい、あとあの人志松本の、はい、まるまるな話とか、あと滑らない話も好きなんですか。もう録画してみて笑ってなんか頭空っぽにして私明日頑張るみたいな。へえ、ね、意外でしたね。あ、そうですか。もう色なんかいろいろ好きなんです。歌もそういうお笑いもなんかなんとなく知りたいというよりもなんかこう興味があるんです。今なんかこういうのが流行ってるんだっていうのも好きだったり。へえ、いやー使は好きだと思わなかったねえ。じゃあ、笑ってはいけないシリーズとかってご存知ですか。知ってます。知ってるんだびっく
くりした。あ、そうですか、はい、好きですか、あの笑ってはいけないシリーズとか。はい、好きで見てます。そうですか、結構詳しいかもしれないです。本当ですか。多分生徒さんが盛り上がって、なんで知ってるんですかって言われるんですけど、でもああいうのを見ると、あの楽しいのが私ももともとは好きなので、あのどっちかというとやっぱり人が悩んでる姿よりは楽しくしたいなっていうのはもともとやっぱりあるんでしょうね。だからそういうの見て自分も楽しくなると、そういうのちょっと伝えたくなったりしちゃって。もうね、あの木川ちみとこさんがガキスカを見て笑ってる様っていうのは、ちょっとこういう大きな肘掛けについた椅子にこうやってあのワイングラスかなんかこう飲みながらっていう風に笑ってる感じが、もう結構キャキャ笑ったりするんですよ。はい、もう友達と集まるともう本当に大変ですね。いや、いいな。ちょっとなんかとても身近に感じさせていただきました。あ、本当ですか。もう本当普通な人間で、もう本当に。そんな川内さんがやってらっしゃる教室なんですけども、今もう大好評で、本当にもう毎回毎回あのね、はい、満員状態らしいじゃないですか。そうです。もう本当にありがたくてですね。あのこの10年間やってきて、あの本当にあの生徒さんたちに、まあ、私は育てられたと言ってよく言ってるんですけども、先生なんてやろうなんてまともと思ってなかったので、あの、まあ、生徒さんがみんな集まってくださって、こうしたいああしたいとか、あとこういうのやってくれ、やってくださいっていう要望に応えているうちに、まあ、講座数も多くなったり。今もういくつぐらいですか、講座。ですね、数えきれないんですけども、まあ、今、主になっているのが、まあ、あのハーブソムリエ講座とハーブの効能の講座と、あとここのところでまた心理学を教えてほしいという方が増えているので、心理学講座もやっているので、大体3つが柱になっているんですけど、それにあの付随して他の植物療法、やっぱりこれもイギリスでちょっと教えていただいたあの植物療法なんかも、あの少人数ではお伝えしています。あとは女性自立支援なんて言ってちょっと生意気なんですけれども、やっぱり経営してるといろいろとあるので、まあそういうのをやりたいっていう方に、例えば私でよかったらというか、まあこういうふうにやってきたということもあのお伝えはしてるんですけど。そんだけやってると休むもないですよね、やっぱりね。本当によく働いてらっしゃいますよね。私なんか皆さんがなんとなくそうにさせてくれてるのかなっていうちょっと思うんですけども、だから本当にあのいろいろあるんですけど、最後はもうなんかありがたいしか言えなくてですね。素晴らしいですね。僕なんかあれですよ、あの仕事やっててナレーションとかで言うと俺天才とか思ってますからね。なんだろうこの差は。でも、いやそんな川内先生ですね、今週、今度の土曜日、4月14日から、はい、いよいよあのリニューアルしたハート&ハーブをですね、スタートしまして、今まで火曜日の夜9時だったものを、土曜日のですね、11時45分から、川内先生のそのいわゆるお教室にいらっしゃる皆さんと一緒にやらせていただくということで、はい、お邪魔させていただきますけど、よろしいですか。はい、皆さん楽しみに、ま、あのもう小倉さんいらっしゃるというと皆さんも集まって楽しみにしてます。本当ですか。じゃあ香水でも振っていくかな。ちょっといい匂いの一つもさせないといけないですよね。すいません、いえいえ、くだらないことばっかり言って。あのぜひ土曜日のですね、リニューアルスタート、4月4日からリニューアルスタートのハート&ハーブをぜひご愛顧いただきたいと思います。はい、あの加瀬先生 の、ね、ハーブ教室もいっぱいいろんな講座がありますので、ね、ぜひ皆さんも楽しみに。川内美智子さんで調べるとネット結構わーっと出てきますもんね。はい、そうですね、はい、そちらの方であの教室の方もです、ね、チェックをしていただいて、4月からまたね、はい、新たな講座も始まって、はい、本当にお忙しい話でしたね、しますけどね、どうなんですか、その今後の目標というか夢というか、こうしたいなっていうのをちょっと最後に聞かせていただきたいですけど。そうです、今ハーブをここまで10年間やってきて少しずつ広がってきたので、あとはですね、あの他やりたいという方々もいっぱいいらっしゃるので、私は今度はもうやっぱり皆さんに種まきしたと思っているので、今度は花を咲かせてあげる役に回ろうかなと思っているんですね。やりたいっていう先生、やりたいという方たちをそうに先生になってもらって、ハーブを伝える役をやってもらって、私はですね、
ちょっとやっぱりこう普通の法学部でやっぱりいろいろと勉強したことがあったので、本所得の国のこととかそういうことに勉強に少し入ろうかなって思ってまして。勉強好きですねそれでちょっとまたこの夏あたりからちょっとそういうまた政治経済的なことも少し勉強していこうかなと思って。偉いですね。偉くないです、経営者になると、もともと経営者になりたくて今やってるわけじゃないんですけど、今は社会表現は今ハーブと心理というので私もこう社会で表現してると思ってるんですけど、経営者になるといろんな意味でそのハーブと心理だけの知識だけではなくて、やっぱりそのこういう中国だったら中国のこととかと国日本のこととか世界のことっていうのを知っておくっていうのも必要だなって思い始めたんですね。そうするとなんかそういうことも少し知りたいなっていう気持ちがまたムクムク出てきまして、でどこまでできるかわからないんですけども、でもせっかくこうやって世界に配信できるというこういうのが場所をいただけてこれもありがたいなと思ってるので、それだったらもうちょっと日本のことを知って、で女性の方々が経営者になりたいっていう方今すごく多いので、で私も10年間できたのも皆さんのおかげなので、そういう意味ではそういうのも全て自分の財産にしていこうかなと思ってるんですけど、それで今度はそのもう一つ上に段階とすると、日本のことをもう一回再勉強しようかなと思って、またそういう政経塾みたいなところに通おうと思ってやろうかなと、そういうのが今夢というか目標になっています。偉いですね。いや偉いというかなんかこうみんなやりたいという人たちをしてあげたいんですね。自分でライバル増やすようなことになりますよ。ですね。でも多分そうですね、やりたいという人たちを育てる側に回るのも多分もしかしたら自分のもう一つの修行に入るんだと思うんですけど、そこもやってみようかなと思ってまあでもできるか分かんないんですけど、一応やってみようということで今社内は動いてはいるんですが、ますますこれから目が離せない川内さんなんですけども、とりあえずですね、そのハート&ハーブ新しい形でですね、4月14日からスタートしますので、ぜひ先生よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日は、ハーバリストでいらっしゃいます川内みどりさんをお迎えしてですね、いろんな、焼肉も食べるよとかですね、はい、カラオケも歌うよとかですね、はい、納豆も食べるよとかですねそんなお話も伺ってもう非常にさらに身近に感じさせていただくことができました。本当にありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。さらにこの番組乾杯をさせていただいて終わることになっています。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今日の4月12日の今夜も月日ですね、ゲストはハーバリストの川内みどりさんをお迎えしていろいろなお話を根掘り葉掘り伺わせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。また来週の木曜日、素敵なゲストと共にお送りします。それではもうさよなら。
このくらい、こんくらい、こんくらい、このくらい、このくらい、こんくらい、